9月15日、アメリカ、イギリス、オーストラリアは、オーストラリアの原子力潜水艦建造を支援する新たな安全保障同盟オークスの締結を発表し、この動きは明らかに中国共産党を念頭にしたものです。イギリスのメディアは、米英構造過国が原選合意に至るまでの過程を、イギリスのスパイ小説の巨匠ジョンルカレ氏の著作になぞらえて記事にしました。 今年3月、イギリス第1海軍協であるサートニー・ラダキン大将がオートスラリア高等弁務官事務所の会合に招かれた際、オーストラリア海軍のマイケル・ヌーナン司令官から、イギリスとアメリカはオーストラリアの原子力潜水艦建造を支援してもらえないかと質問されました。 5年前、オーストラリアとフランスは、400億ドルでフランスからバラクーダ型ディーゼルエンジン潜水艦12隻を購入することに合意しましたが、オーストラリアは中共の脅威から自国を守るのにこれでは十分ではないと考えていました。この件に関してタイムズ紙は、オーストラリアはより高速でステルス性に優れ、ほぼ無制限の耐久性を持つ潜水艦、特に監視を目的とした原子力潜水艦を求めていると報じました。 また、オーストラリアは原子力潜水艦に地域における中国共産党の影響力を抑止するために静かに移動し、港から離れ、追跡活動を行い、海底ケーブルを注視し、潜水艦を追跡することを期待していると付け加えました。早速、首相官邸では首相、外務大臣、国防大臣、 そして国家安全保障顧問に任命されたばかりのラブグローブ氏を含む国内で10人しか詳細を知らない秘密作戦、フックレス作戦が開始されました。イギリス、ジョンソン首相の外交顧問で今回の包括的見直しの立案者であるジョンビュー氏も参加を許されました。現場にいた者は議論の秘密を漏らさないことを誓った文書に署名しました。この提案は3月上旬の会議を経て、 アメリカに提出されました今年6月の G7 サミットは、イギリスが議長国として開催されました。ジョンソン首相はフックレス作戦を静かに進めており、英米豪の首脳はほぼ G7 の時にオークスの詳細を決定したのです。